ケニチです。今日はもうすごいお知らせがあるんですけども、そのお知らせとは、ホノルル空港がね、名前が変わったという。いやーもうね、ホノルルって言ったらね、あ、そうそう、ケニチ家族、ホノルル行きます。ホノルル行くっていうのを目的にしてたんですよね。もうずっとね、家族4人で、もうホノルル、ハワイ行くぞっていう。目標のホノルルが、名前が変わったっていうのが、いや、一大事なんですよ、実は。まあ名前なんてどうでもいいっていう方も多いんでしょうけどね。やっぱりね、小さかった頃、バブルの頃、ハワイ行く。100万円ぐらい行ったんですよ、1人大体ね。でそういうセレブの人が行く、セレブの人たちが行ったり、まあ、新婚旅行でハワイ行ったりとかね、もうそういう場所なんですよ、ハワイっていうのは。これから行くにあたってね、皆さん、ホノルル空港が名前変わったっていうのはありますんでね、そこでホノルル空港って行っちゃダメなんですね。名前が変わったんで、その空港の名前をね、これからお伝えします。それはね、井上国際空港。なんか、和風感があるでしょ。私たちは、もう念願のハワイ行くわけですよ、家族でね。そこで、井上国際空港に着きましたっていうのを言わなければダメなんですよ。ホノルル空港っていうのはもう名前変わってますんでね。もう変わった意図的なものは、よろしければ皆さんググってみてください。まあ、いろいろ書いてます。ホノルル空港自体は変わるんで、いや、それなりの実績のある方がね、いてたということで、ということで、ケニチ家族4人、もう間近なんですけども、ハワイの井上空港へ飛び立って、でハワイを充実していくという、まあそういうご報告でした。まあ今日発表したのでね、皆さん知ってる方はまだ少ないかもしれませんけどもね、よろしくはググってください。ケニチでした。